ポンペオ VS 麦。さあ、ポンペオ選手、最初のカードが、ハテナカードになっています。これね、最後までハテナカードのままです。でも普通に場には出ていますので、ちょっと途中で把握していきましょう。迫撃宝具、ポンペオ選手に対して麦選手はウォールブレイカー。あ、今のこれ雪玉ノックバック、ウォールブレイカー左にずらすことで迫撃フロンターゲットをタワーに向かせようとしましたね。面白い。ここコウモリのターゲット、あー、取るためのモンクカルマリフレクション。文句はスケルトンでターゲットを奪います。ウォールブレイカー、うわ、ゴブリン読み、ローリングと、ウォールブレイカーは雪玉追加で防衛成功です。さあ、麦選手、破撃はボムタワーでターゲットを奪って綺麗な防衛。残り時間は1分30秒。まもなく2倍タイム。もう一度麦選手ディガー、アイスプリーズ、文句も固まる。ダメージリードは麦。今度は右ウォールブレイカー、ここで迫撃たまにターゲット。さあ、ゴブリンの削りが入ります。増えていくゴブリン、もう一匹、一気に大ダメージ。進化で流れをつかんだポンペオ。今度はホグライダー、ディガーターゲット奪ってボムタワー、下側ボムブレイカーは入ります。ここを許容、ロケット押しダメージはタワーに入る。モンクカルマリフレクション、さあ陸受け、ウォールブレイカーセパレート、今度は高め。あ、でもマスケット樹脂が攻撃を加えて、アースクエイクの削り、回る迫撃、ターゲットを奪っているがマスケのターゲット、アイスピー限界突破、ロケット押し、ディガーも追加。さあ、スパークたまにダメージロース、2発、ディガーの削りは入る。ボールベイカー、ここ抜けられるか。でも、お、ディガーの削り、スパーク跳ね返し。さあ、ダメージは並んだ、追いついた。クエイクの削り193、まだ分からない。ディガー位置は当てられるか。アイスピー飛ぶのはディガー、ターゲット奪った。でもゴブリンでウォールブレイカーのダメージ一発届くか。生きたまんち入らない、230、ロケ通し、ここを通して取ったのは麦、大逆転 GG。麦選手、今回はゴブリン、アナバン、マイティディガー、今回は割と普通めなデッキですね。アナバン選手、オグライダー、おお、こういうデッキももちろん使えます。これ基礎ができているからこその応用です、アナバン選手。今回はこれマイティのホグ対決になりそうだと思ったけど、これトルネードなので違いますね。ホグではなさそう。ドリルが来るか。ドリルです。ここへ抜け、まずは盾の戦士、開けてほしい。切れてからのゴブリン、ノーダメージ、うまく抑えた麦選手。マイティディガーも残っています。ドリルの追加、タワーのターゲット、ここはマイティディガーに入ります。ここで来ました、限界突破、ロケット押し、一旦ステイ。
スパークによって下側アナバンのロケット押しも削れます。ウッドを追加して残した限界突破ロケット押し麦選手、ここは出てくるであろうカードを読んだ。あーこれ一発は入りません。ホグプラスクエイクですが、ここはダメージにはつながらない。アナバンマイティーホグライダー、ここはトルネード、ダメージは確実に抑えます。あ、ここアナバン選手もアースクエイクを放てばダメージ追いつくことができる、大きな差ではありません。さあ丁寧な防衛、ここでハッキング届かない。もう一度攻めの形ができていますが、ロケット押し高め、ここはタワーダメージ入ります。ロケット、おお限界突破でもトレード、スパークによってかなり縦線も削れました。このバーストエスケープのダメージによってマイティディガー、ここはタワーのダメージで処理ができそうです。限界突破ロケット押しでドリの防衛、アイスピ拾って、ここは剣止めています。上側ホグはインフェで対応、でも回したファイアボール、おーホグにもヒット、キングの軌道もあるのでここはノーダメージ。さあ接戦、ダメージ差は2。いやいい戦線通りのターゲット、ここファイアーボールのクバックでゴブリンのダメージを通しに行く。上側ホグがトルネード抑えたダメージ、リードは麦、残り時間50秒、すでに3倍タイムに入っています。もう一度麦選手のゴブリンドリル、ターゲット取りた縦線ですが、ファイアーボールのクバック1400、上側トルネードが回ります。3番急いで回す、もう一度ホグライダー、今回インフェ高め固く守れています。ロケット星も高めで受けれているのでタワーにダメージは入りません。残り時間30秒、でも気づけば上側見てください、キングの削りが大きい、1180ダメージリードアナバンです。でも追いついた、ラスト15秒、ホグライダー防衛、インフェルタワー上側かわした、下側ドリル、ゴブリンは拾えている、1047ロケット星トルネード、ここでスパーク一発届いた、クエクではまくれないダメージ、ファイアボール回して GG タイブレイク、キングを削っていたアナバン選手でしたが、ラストは麦選手スパークダメージでフィニッシュです。麦選手二立てを決めます。 GG。 麦選手ローリングバーバリアン、スケラもあれば何がある？ロイヤルホグ、ここへ抜けバーバリアン、ダメージ少し入りますがバーバリアンフル HP カウンター。麦選手ドリルです、アイスピード受けて固めてからのローリングと、これがね安定したボイスね、アイスピ固めてローリングと簡単で真似もしやすいです。ベトファス選手アチャクイロイホグ、シャドウクロック、しっかりとダッシュ警戒のスケルトン、ここアース、いやシャドウクロックは使っていいのでムート処理ができません。デリバリー、ファルチとは逆サイド、でも限界突破のバーバリアン、この火力で止めます。
限界突破ババリアン、怒り状態すぐに冷める、熱しやすく冷めやすいのがこの麦選手のバーバリアンです。いや、うまくアイスピーターゲット奪ってアーチャークの HP を温存。そしてここから2倍タイムが間もなく始まります。逆サイドロイヤルホグ、今回はロリババプラスのエレビス防衛でキング起動に成功。いや、いい勢いですね。ダメージもアーチャークイーン、シャドウクロークは残している。スケートで拾ってローリングとキリの防衛、落ち着いているベトファス。また来ます。今回は限界突破、ロリババでボムタウンをターゲット奪いに行く判断で、いいデリバリー、ムートにもロリババにもダメージ。怖いのダッシュ、おお、飛ぶことはない。しっかりとシャドウクロックを使ってババの数を減らすが、ファルチが残った麦選手、ドリルは右サイド、さらにゴールドナイト、トルネードもあるぞ。スピード対処してここへダッシュ、パワーまだ止めません。キング起動のおかげでなんとか守ることができている左サイド2400。この攻めによってペトファス選手がリードをつかみます。まもなく3倍タイム、ドリル、ムート、ダッシュを押されたアーチャークイーン、うまくウッドでムートも大砲か。いや、落ち着いた防衛見せ続けるベトワス、もう一度アタックです。ここ高火力のユニット、ムートを追加での防衛、アースクエイクによってまた差が広がっていく。ラスト30秒、時間も少ない。ラストアタックになる。麦選手トルネード絡めたダッシュのダメージを届けられるか。ダッシュボムタを破壊、ラストアタックドル、あ、これドリルプラスのトルネードターゲットチェーン、あ、左側ファルチェ入らない、ドリルダメージ、ボムタはいっている、残ったゴブリンの削り届かない。ムートは左、いや、守り抜いたベトファス。さあ、決死のドリルトルネでしたがダメージは届きません。ジジ麦選手の3立てを阻止したベトファス選手。ジジ、来ました、今度は忘れません。限界突破のスケルトン、ルーカス選手ホグライダー、インフェのタワーがあります。インフェで固く守って高回転のディガっぽい削りできベトファス選手。ディガ裏読ませません。ディガーダメージで早速リードベトワス選手。今回は文句型、
ケトウシマンの下側ホグは止めるスケルトン、いやいいデリバリータイミングバッチです。どっかでねこのロケ投手を利用してキング起動もしたいところ、ベトハス選手。お互いに限界突破カードねかなり回しています。今回も裏しっかりとアイスピフリーズで固めてのモンク竹取り、ダメージを抑えました。モンクが苦手なアーチャークイーンはモンクとは逆サイド、アーチャークシャドークロック、ここで大きなダメージ、左側ではキング起動成功です。モンク残っているのでカルマリフレッションホグライドアタックですが、ここはインフェホグにターゲットを取っているので守ることはできました。ダメージリードはベトハス、着位残っているがここはインフィニオで止められます。かなりダメージリードをベトワス選手が握っている。そしてインフェ先置き、こちらもモンクとは逆サイドアーチャークイーンアタック、来ました。限界ダブルスケルトン増えていく増えていく、活躍見せるモンクを取り囲む。さあクイックからも逃げているので残り続ける限界突破スケルトン。さあこれタワーに届くか、一匹一匹丁寧な処理、ホグでツードルが増える。ディガー追加、あまだ残っているがここは処理がされました。ロケット押しのダメージで追いついたルーカス、残り時間1分40秒、あ着に残っているがカルマリフレクション、確実にここは止めます。アーチャークイーン、ターゲットホグ、アイスで止めて、間に合うか、ウッドノークバックプラス、デリバリー、1600。でも回転力があるルーカス選手、クエイクというのは削りで十分に追いつくことができそうで、でも、ベトファスも回転力高め、ポイズの削りで差を広げたベトファス、さらにローリングと。高めのインフェ、位置は左。クイックで巻き込むことはできませんが、ルーカス削りに使います。スペル削り、お、ここで、あ、早い回した。ルーカスロケット押し、ホグライダーまっすぐタワーに、ここでダメージ入るか、アイスピード止めて一発、お、クイックウッドで追いついた。もう一度回した、アースクイック高回転、ベトワス選手もアーチャークイーンが残って、うまくゴブリンウッドで処理、ディガープラスポイズン、アーチャークイーンも残っている。もう一度回してディガー、ここは削り落としたベトファス、 GG。 これでさっきの不先輩はチャラ、 GG 二立てです。ベトファス VS モハメドライト大将戦、モンクにゴブリン、モンクにゴブリン、お互いモンゴブ、これだ、建物迫撃砲、マスケはしっかりとアイスピ防衛のダメージです。ゴブリン火力、迫撃も追加、ここは巻き込んだ、でマスクが出ていいのでターゲットを奪います。でも文句を使って迫撃延命、これはファミダメージ一発、
あ、エリクサーアドバンテージはややリードベトワス。待ち、お互いにエリクサージを待つ。これ完全なるミラーマッチのようですね。最後ベトワス選手はおそらくアースクエイクを持っているでしょう。迫撃防衛、まだまだ、ね、耐久力があるこの迫撃砲。ノーダメージ、上側文句一発入ります。ライト先に回した限界突破、迫撃内側に寄せてターゲット奪ったまま、お互いにカルマリフレクション、攻撃を跳ね返す。うわ、これ突破、雪玉でダメージ通していく。マスケが入る、しかも左では限界突破、バーバリアン通ります。マスケダメージによって一気に391。ベトワス取り返せるか。もう一度ホグライダー受けに回る、ホグが一発、あーでもフリーズプラス、うわー入らない。さあドンデスタイム、ベトワス残っています。文句、おー相殺するカルマリフレクション。雪玉クエイクタワーを削る、スペルの削りフィニッシュを見る。ライトもう回した、クエイク雪でフィニッシュ、ライトが勝利。セットカウントストレート、プイギンズが勝利です。 GG